なんかいつも忙しい感じ、まあ、よくないよ、よくない、いつも忙しいのはよくないね、本当に、うん、余裕を持たせたいよね、もっとね、うん、忙しいっていうか、まあ、ちゃんとね、こう、なんだろう、ちゃんとそういう時間もね、その楽しむ時間とかくつろぐ時間とか、そのね、そういう時間も作れるように普段こうやるときに やる、忙しいときに、まあ忙しいのこうしょうがないというか、まあ当たり前やん、そうあのそう活動とか仕事してたら当たり前やん、忙しいのって。だからね、そう忙しいくないようにしないといけないっていうね、そう時間をちゃんと作れ、有効に使う、作るみたいな、うん、そうしっかりとしたスケジューリングと効率のいいなんかあの生活リズム大事だから、心にゆとり、あ、そうそうですね、心にゆとりは持ちながらやんないと、あのもう窮屈になっちゃうと、日中もさっちも行かなくなっちゃうっていうか、なんかその音楽ってさ、まあ、仕事もそうなんだけどさ、その自分の好きな仕事やってるわけじゃん。だから楽しいはずなのに、そう楽しいはずなのに楽しさを感じられなくなっちゃうんだよ、その忙しいっていうのばっかり続いちゃうと、ゆとりはないとさ、これにゆとりがないと楽しさを感じられなくなっちゃう、うん、そうやっぱ時間にゆとりは大事よ、うん、無駄にはしたくないし、無駄にはできないけど、そのゆとりのある時間は大事よ、うん、なんかうまく効率よくね、大事に使っていきたいよね、時間をね。そうなんかね、忙しいってさ、すごくさ大事なことだし、なんかそのまあそれで忙しいってことはそれだけさ活動してるわけだからさ、すごいいいことなんだけど、うん、だけどそれによってこう、それによって心の自由というか、心のバランスというか、うん、ゆとり、幸せ感ですよね、そういうものがなくなってしまったら本末転倒なんですよね、うん、本末転倒よ。そう、大事なのは幸せを感じられるかどうかっていうところが一番大事なところだから、生きていく上で、うん、そこが第一だからさ、そこに向かって生きてるわけだから僕たちは。そう、本末転倒なんですよ、忙しくてその心を奪われてしまって、ゆとりをなくして疲れてしまうのは本末転倒、うん、お財布の中身を増やしたい、そうだからそこなんですね、お財布の中身を増やしたいから忙しくしてるんですけど、お財布、まあ、そこも大事なんだけど、そこだけに執着してやりすぎると幸せっていうものをね、見失ってくるんですよね。ゆとり大事だよね、だからね、うん、元気ですか、アディ、グッモーニング、ハワイユー、アイム元気、アイム元気、そう、アイフィールグッド。はい、忙しい人は忙しいって言わないんだよ、そうなのよ、そうなのよ、忙しい人はね、忙しいって言わない、なんだろうね、あの、忙しい。人はでもうちの親父は口癖のように忙しい忙しい言ってましたけどね、うん、ゆとりを持ってほしいですね、もっとね、うん、だからその忙しいっていうのは、うん、本当にその豊かな人って、本当に豊かな人ってやっぱりそう言わないよね、忙しいってね。なのに忙しくそうにしてないじゃないですか、忙しい人一人ある。いや、それはちょっと分かんないですけど、いや忙しいっていう人ゆとりないから忙しいって言ってんじゃないですか。実はね、実はゆとりがあるっていうね、ゆとり作れるんだよね。そう、まあなんかゆとりってなんかその意識して作らないと、やっぱ追われる日々になっちゃうよね、その仕事とかにね、やることとかに、
僕もちょっとそこはね気をつけてます。うん、難しいですけどね、そのなんかそのバランスを取るのはね、そのゆとりとその収入そうゆとりは大事なんだけど、ゆとりすぎたらねゆとりすぎて何もしなかったらサボってたらさ、そりゃ収入がなくなるわけでね、働かないとさ。働くってどういうことかっていうと、やっぱり人のために何かをするっていうのがすなわち仕事なわけで、働くって言葉なわけですよ。まあ自分のためでもあるんだけど、でもその自分のためだけじゃなくて、やっぱり自分のためじゃなくて、こう誰かのためにこうやってあげたこととかが結果収入になるわけじゃないですか。そのいろんな人にこうやってあげたことに関しての恩恵がね、巡り巡ってその自分に返ってくるわけですよ。恩恵がね、だから与えることってすごくそういう意味では大事だし、そうやって人に与えてる人ほど なんだかんだこうね、その収入には困らないっていうか、まあお金だけじゃなくて、なんかね、こう人からいろんなものが送られてきたりとかもらえたりとかだ、そういうことですよ。誰かを助けると友達連れて、そうなんですね。だから自分のことばっかりやってる思ってやるんじゃなくて、仕事もみんながやってる、まあ、僕もそうですけど、僕なんてもう本当そうよ。もうだって物じゃないもん、僕が与えてるのは。もう僕の芸能の仕事ってさ、物じゃないじゃん、なんか笑顔じゃん、なんか芸能ってさね、そのアイドルとかもそうだしさ、芸人とかもそうじゃん、なんかみんなに元気を笑顔を与えて、それをそのね、恩恵をみんなから、幸せを与えて幸せを得るっていうものじゃないからね。でもそういう心が、でもその収入につながるっていう、でもそういう時代になってきたからすごく素晴らしいなとは思っていますけどね、やっぱり。さあ、笑いを提供ね、そう、誰かの笑顔のために、みんなの笑顔のために、そう、あなたの笑顔のために、元気のために、そう、笑顔が大事だからね。なんだかんだ一番、何をするにも人が幸せである、そうあるためにはね、そう、笑顔が一番大事だから、根本だからね。みんなだって 100% だから、人が幸せでありたいと思う心は、幸せになりたいとか、幸せで生きてる以上はね、100% やからね不幸になりたいっていう人はおらんからな私不幸だって思う人はいるけど、そう、私不幸だって思うのも周りが幸せでさ、自分とその周りと比べてしまうから不幸って思うわけよ。全然不幸じゃない。周りがね、幸せだと不幸って思っちゃうね。そう、そこと比較しちゃったりとかするからね。まあ、全員を今より美人に。だから、いや、本当に顔とか表情とか、その人のオーラとか波動みたいなものって、やっぱり内面から現れてくるものだから。だから心を美しくすれば、美しくあれば人は輝いて見えるし、輝けるっていう、本当に外見に現れてくるっていうね。特に年齢を重ねれば重ねるほど躊躇にそれは出てくるんで、みんな素敵な人に、なってほしいですね。シャミロックファンを将来も美人で見なさそうだね。いいですねその僕のファンはみんな美人になればいいと思う、本当に。もう僕のファンみんな美人にする計画ですよ、もう本当に。みんな可愛くする計画ですよ。
エールありがとうございます。ルームありがとう。お兄ちゃんもありがとうございます。おはようございます。皆さんおはようございます。美人客計画僕と接した人は、僕のファンになった人はもうみんなかっこよくなって、もうみんな可愛くなるっていう、もう一番、もうなんかそんな変なことにさ、もう美顔器とかね、そういう美容とかにさお金かけるよりさ、シャミロックにお金かければさ、あのもうそっちの方が全然効果的よっていう、もう内面から美しくっていう、内面が大事素晴らしいいや、やっぱりさ、恋する乙女はね、その綺麗になるっていう、いやそれって僕本当だと思ってて、そうだから、まあ、男はそう違う、まあ、特に女性なんですよね。女性って恋をすると本当に綺麗に可愛くなるんですよ。で、恋をしてる子としてない子の差ってもうやっぱ全然違くて、よくわかるんですよね。まあなんかね、昔三味線の僕はまあ習ってた時期あったじゃないですか。そう、僕は三味線のその、福井会っていうね、僕福井天台先生に三味線を7年間通って習ってたんです。福井会にいたんですけど、そう、そこのその先輩、まあ、先輩に なるんですけど、姉弟子というかさ、そう、そこで演奏奏者の三味線奏者の方がねいらっしゃるんですけど、そう、女性の方でねいてて、でなんか最初ねすごい無口で、なんかとっつきにくいなっていう、まあ、人がいたわけです、姉弟子の方で。なんかちょっとなんかね不愛想な感じで、あ、ちょっと話しづらいなとか声かけづらいなっていう、そう人がいたんですよ。そう方がね、そうで、ある日を境になんかね急に変わって、なんか印象がめっちゃニコニコしだしたんですよね。そう、あれと思って雰囲気変わったなと思って、なんかめっちゃ喋りやすくもなったし、いや、まあ、本当に笑顔が増えたんですよ。そう、前なんかすごい冷て、なんかツーンとした感じで、なんかあんま笑わなくて、なんかすごい厳しい感じ、そう、わ、この人厳しそうだなみたいな、そうな感じだった印象だったのが、なんかガラッと変わって、そう、そしたら、そう、その後なんか結婚しますみたいな感じになって、そうその、もう全然、あ、もうこんなに変わるんだと思って、なるほどとか思って、特に女性は変わる、男はそんな変わんないんじゃないですかね。と、だから推し活はやっぱり女性特に可愛くさせるなっていう、安心するのかな、安心もあるのかな、自信にもなるのかな、で、やっぱり男はどうですかね。男、僕なんかその熱狂的なアイドルのファンとかになったことないんですよ。そうだから分かんないんですけど、アイドルのファンいるじゃないですか、アイドル大好きなおたげそうやってるオタクの人とか、まあでも生き生きはしますよ、推しがいると自信持てますもんね、でやっぱりそのファンとか好きな人がいる、まあなんだろう、まあ、アイドルとかっていうのはね、みんな平等にこう笑顔を与えてくれるさ存在だからさ、それがまたね、みんなとの仲間意識も芽生えて仲間ができるからね、それも素敵だよね。そう
ガチ恋にしちゃうと大変みたいだけどね、ライブにとっては。なんかそのある種そうですね、ホスト的な感じでこうライバーをやってしまうとちょっと大変かもしれないですね。親衛隊だ、ね、いいね、ありがとうございます。毎日楽しい、ありがとうございます。なんか来ましたよ、やっとこう事務所から誕生日プレゼントがこう送られて今発送しましたっていう連絡が来たんで、今日か明日あたりに届くと思います。多分皆さんの多分誕生日プレゼントは多分まとめて送られてくるんじゃないかなと思います、今日か明日あたりに、はい、着いたら各自皆さんに報告するんで、しばしお待ちください。今日か明日、まあ、明日までには届くと思います、うん、明後日、そのあさってですよ、生誕祭は僕のね、和楽器場リュウグウにて生誕祭やります、今年もやります。 ありがとうございます。7月2日、19時スタートです。皆さん、来れない方は、まあ、タイムラインにも告知してある通り、はい、まあ、YouTube でもね、コミュニティのところに告知はしましたけれども、生配信します、はい、生配信はですね、シャミティクルー、ね、こちらの、イトプラン500円からのプランの方から、ご視聴できます、まあ、これを機にね、500円だけなので、そう、500円で見れるので、ぜひぜひ、入っていただいて、500円のイトプランね、まあ、後期プラン2000円のプランの方たちには、まあ、来てくれた方にね、ポストカードと記念のポストカードとね、缶バッジ、記念の缶バッジをね、その用意してるんですけど、後期プランの方には、それも、発送いたしますので、はい、そういう特典がね、送られますのでね、はい、で、まあ、ちょっと開放もですね、もうちょっと考えて、一緒に開放と一緒に、その特典も送ろうと思います、はい、なので後期プランの方はぜひ楽しみにしててくださいということで、はい、限定、あ、 T シャツ来ましたよ、はい、 T シャツ来ました、あ、キリタン、で、限定 T シャツ、最初に発注文していただいた方の第1便は到着しましたので、持っていきます、生誕祭に、はい、来られる方は、はい、で、シャミニティクルーの、メンバーはですね、6時半から入場できます、あ、違うか、5時半から入場ができます、和楽器場リュウグウに、そう、あさってね、あさって5時半から、会場、そして、一般の方は、そのクルー以外のお客さんは6時半から入場です。はい。ね、そこでグッズ、お渡ししたりとか、はい、あとはみんなで写真撮ったりとか、はい、お話ししたりとか、そういうコミュニケーションの、時間に しますので、はい、ゆったりと入ってくつろいで、みんなでお話ししてっていう時間にしたいと思いますので、よろしくお願いします。ゆかさんもフラッシュラブありがとうございます。